はい、毎度メダボンです。今日もね、朝霞の方に来てね、いつもの撮影する公園でちょっとね、今日はねアルコールバーナー持ってきたんでね、ちょっとコーヒー沸かして飲んでます。いや、やっぱねコロナウイルスの影響なんだろうね。まあ在宅勤務も増えてるから街中結構意外と人多いんだよね。っていうか車が多いここ来るまでにね、今までこう平日でね渋滞したことないんだよ。今ね、何気にね午後1時30分なんだけど、お昼くらいね、あそこは渋滞するってあんまないんだよね。で、ここの公園はね、意外と穴場って教えてもらって、まあ、子供がこう来たから話してたらね、奥さんと話したんだけど、まあ、近くに朝霞公園ってのあるんだけども、そっちがもう人がわざわざいてね、中入れたもんじゃないっていうことを聞いてたんでね、まあ、来てよかったなと思ってます。昨日が3月の18日になるのかな、ちょっと正確な曜日わかんないけど、18日に、まあ、今週末3月22日にね、お話し会があったんだよね、ワッツーの。要は自分の旅の体験談を話をするっていう小さな講演だよね、あったんだけど、それがね、やっぱりコロナウイルスの影響でね、延期になりました。まあ、3日前くらいにね、いや、本当にやるんですかって、主催者にこうメールした、まあ、メッセージ飛ばしたんだけど、まあ、変更なくやるよという話だったんだけど、まあ、昨日段になって、まあ、運営者側のスタッフが、本当にやるんですかっていう問い合わせが結構来たみたいで、まあ、急遽昨日延期しましょうっていう話にまとまりました。なんでね、またあの Facebook の方でね、告知させてください。お暇な方は来てみてください。まあ、私ねもう本当に人前で喋るの苦手なんでね、あのしどろもどろでこう多分体験談を話していくのかななんて思っています。まあ、昨日ね、スライド作ってたんでね、 Google スライドでね、もう撮ってきたこうデータをね、写真こう圧縮しながら貼り付けてたんだけど、だ一回ね、フルでね、こう作っちゃいたかったんだよね、本当はね。ロシアスタートでモンゴル、ね、もうロシアもう一回入る、ジョージア、トルコってこうずっと順並びでね、写真を並べてね、この時こうだった、ああだったっていうね、あの全部残しておきたかった。で、公演の時はそこのね、コピーしたものを間引きして時間調整しようかなっていろいろ考えてたんだけどね、結局ね、その上限が決まってるから、Google スライドはね、ちょっと使い勝手悪いね。とは言ってもね、全部をね、ロシア入って、ね、ケープタウンまでの、まあ、1年2ヶ月間ずっと足してきたから、それをね、全部話すって言ったら膨大な時間になっちゃうんでね。まあ、今回のお話し会の中では、まあ、基本的に、だからまあ SNS を活用しましょう、うん、ユーラシア大陸で出会った人たちと特徴的な出来事が前半で、後半はアフリカ大陸で、出会った人々と特徴的な出来事で、締めにね、最後にその SNS の活用方法っていうのをね、お話しして終わりたいなって思ってました。よかったら遊びに来てください。多分ね、また会場も同じ目黒だと思います。アルコスのアルコールバーナーなんだけど、この蓋が結構優秀なんでね、ここで火力調整できるし、ここに取っ手がついてるからカポって閉じられるんだよね。これ結構何気に便利だよね。トランゲーナスってさ、こう出っ張りやんだけど、こうペンチで掴まなきゃいけないんだ、いちいちこうやって。あれはあれでまあおつなんだろうけど、まあ、こっちのはねよく考えられてます。あったかいんだけど、ここね風があるんだよね。だから風防を持ってきて正解っていうか、風防がないとね、基本やっぱねお湯沸かないよね。だからこの前さ、外のガソリンバーナー、あれ結構カロリー高いんだよ、すごい早く沸くっていうね、ガソリンだし。だけどやっぱりね、城南島海浜公園で友人とさ休憩があったらコーヒー飲んだんだけど、もう風よけ持ってかなかったから、風ビュンビュン当たるんだよね、海沿いだから。結局ねすげえ時間かけてね沸かしたからね。アルコールバーナーってこう温まってくると、ね、火力がこう強くなってくるんだよね。なんでまだね、つけたばっかりだから、そんなにこう勢いを感じないね。